メノミニー軍はアメリカ合衆国ミシガン州アッパー半島の西部に位置する軍である。元々は1861年にブリーカーという名前で設立されたが、軍政府が組織化された1863年にメノミニーに変更された。この名前はインディアンの言葉で野生の米を食する人を意味している。2010年国勢調査での人口は2 4 0 9人であり、 2000年の25,326人から5.1%増加した。軍庁所在地はメノミニー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。メノミニー軍はウィスコンシン州にまたがるマリネット小都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1,337.99平方マイルであり、 このうち陸地線43.52平方マイル、水域は294.47平方マイルで、水域率は22.01%である。軍指定道路群境の道路標識以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、 公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。メノミニー軍は、下記14の軍区に分割されている。 ありがとうございます。